おはようございます。4月18日月曜日でございます。まあ今日の相場解説なんですけども、もうずっとですね、右肩上がりだったじゃないですか。で、今週も特にエントリーするんだったらバイでいいと思うんですよ。よくこういう時にね、ずっと右肩上がりで来たから、そろそろ、まあ反転するんじゃないの？そろそろこの伸びは終わるんじゃないの？っていうふうに不安に駆られてね、ちょっとエントリーを控える方がいると思いますけども、私の方針では、ロスカットを食らうまではトレンドについていきましょうってことなんですよ。出なければ利益を最大化できないんですよ。で、ロスカットは経費ですから。だからロスカットが起きるまでトレンドについていって一方的に儲ければいいと思うんですよね。それで大体4対6は守れると思います。じゃあ今日もですね、週足の方から解説していきます。はい。週足なんですけどもいかがですか？バイデン大統領に代わって、バイ一辺倒だというふうに冗談みたいに話していきましたけども、まさに、バイで言ったら、ずっとあれでしょ？日本円って安くなったでしょ？で、ここで、まあ、例のウクライナ侵攻が起きましたんでね。一時期はファンダメンタルでお休みしましたけども、その後ずっと、バイ一辺倒で大きく利益を取っていきました。それこそ、100万以上の利益取られてるんじゃないですか？これがまあ、週足です。で、ロスカットを食らうまで、このまんま、右肩上がりというふうに見ていけば結構です。ここをね、勝手に、そろそろこれで落ちていくんじゃないのっていうふうに勝手な予測をしないことなんですよ。テクニカルっていうのはあくまでも今までの形でこれからの形を予測する方法ですからね。だから、陽線が3本以上続けてたら、そっから後もずっと倍ですよ。それ以外はありません。はい、じゃあ、次。週足の次は日足です。日足を見ていっても、結局あれでしょ？右肩上がりでしょ？で、ここで一旦、押し目を作った形になって、こちらの実体も髭先も抜けて、126円の半ばまで進んできましたよね。結局、これも、変わり目ではあったんですけども、新しく、倍に向かうための変わり目なんですよね。だから新しいフェーズに入ったのは新しいフェーズに入ったんですけども、方向性は相変わらず右肩上がりということでございました。この辺も解説しましたよね。そしてヒゲ解説も繰り返し繰り返しさせていただきましたので、ヒゲについてもいろいろと頭に入ったんじゃないですか。はい、次、4時間です。4時間も右肩上がりですけども、右肩上がりのペースが緩やかになっていってるっていうのは見ておかなくちゃいけないところですよね。ただ、緩やかになっていっても相変わらず右肩上がりなんで、エントリーをするなら、倍でよろしいかと思います。じゃあ、1時間です。1時間は私たちがエントリーしたり、ロスカットを受けたり、それからテイクプロフィットをする重要な局面になりますけども、ここで前回お話したことと方針は変わりません。一つは、下底がここ、上底がこのヒゲ先ということですね。で、線を引きますけども、この間のレンジをとりあえず設定しましょうということになりました。レンジの設定幅ですけども、下がですね、126円の230です。で、上がですね、126円の675です。この間で、今、レンジを作りました。ですんで、このレンジは40ピップスぐらいしかないですから、非常に狭いレンジになってますんで、ブレイクアウトだけを狙う、まあ、そんなトレード方法を今週は採用していこうと思います。それ以上に語ることはありませんので、以上で今日の相場解説を終わっていきますね。18日、レンジ。はい、これでよろしいかと思います。はい、じゃあ今日はこんなところでまとめていきましょうか。まあ、勝手な予測を入れないことですよね。いつもテクニカルに忠実にやればいいと思います。私たちはテクニカルを自分の考えを入れずに、どれだけ忠実に再現できるかによって勝率を高めていきますんで。だからオリジナルの考えは入れない方がいいです。テクニカルを忠実に再現するためだけにテクニカルの修行に励んでいきましょう。ね。武術っていうかね、武道の型っていうのも、教わった通りに突きを出したりとかね、教わった通りに引く。これをどれだけ正確にできるか、鏡に映ったようにですよ。師匠の分身と同じように動けるかによって、その強さっていうのが伝承できたりできなかったりするんですよ。ですんで、勝手に自分の型を入れてみたりとかね、他の流派を融合させてみたりっていう邪道に入りますんで、
まずは週張りの週をしっかりと守ることによって一人前になっていきましょうということでございました。FX も週張りの週、守ることによって、テクニカルを正確に守ることによって、まあテクニカルの使い手になれます。私の考えについてくるっていうよりも、私が表現しているテクニカルのレベルについてくれば OK ですからね。私は常に忠実にテクニカルを表現しているだけでございますので。以上です。ありがとうございました。